10円置いてある置いてある置いてある、これだこれだ、これ違う、でも置いてあるよ、ここもほらタバコも置いてあるよ、ここじゃないの、でもここにも置いてあったよ、月光仮面命の看板って書いてあった、また別なんだ、でも置いてあったね、多いんだねやっぱね。東尋坊来ただけだから、びっくりした、めちゃびっくりした、鼻息が上がっちゃうんだよ、息がこっちの方が怖えっていうの、いや絶対今焦って立ってるからおかしいな、明るいよね、いるのかね、どうだろう、暗いよ、こっから遠いの、あ、友さんすいません、場所ありがとうございます、遠いんだ、遠いの、さっきのとこじゃないの、今来ました、いらっしゃい、これでしょう、喫煙なんだ、これでしょう、ほら、東尋坊の眺めの向こうは、これじゃないの、遊覧船乗り場なんだ、うわ、高っ、これは何だ、すごいよ、いや風強いから行かないけど、あっちの方が
危ない、間違われちゃうから間違われちゃうから高台だ高台だ、ほら落ちたこれで。もう小島先行った、うん、小島は行っちゃったの。これどうしよう、本当に一人君じゃない、すごいな、下隠すわけ行けないけど、行きたくないけど。この辺ぐらいで終わりにしとかないと変に間違われちゃう、ね、家だね、ほらすごいね、もう崖だもん、崖だからあれじゃない、簡単な方法は、ね、夜照明入れとけばいいじゃん、読まれたらいいの、大丈夫でしょ、言われたら言うの、いや僕大丈夫ですよ、自殺してないですから、うん、あの金沢から来たんですけど、明日帰っちゃうんでちょっと行きたかったんでここに、そう、でも全然見れませんねって、もう帰りますよって言われていいじゃん、こんなライト持ってたら自殺なんかしたいよ、これで危ない、こっち行かなきゃいい、これ車線、車線とか、おお、びっくりした、なんで帽子があるの、なんで帽子があるの、風がすごいんだよね今の、気持ちと言いました、嘘だ、カルビさん、やめてくれよ、いや、非常に暗いんですよ、いや、人いるぞ、死んでるじゃん、人いないよね、そうだから僕言われたら人がいるから見に来たんですよ、一応止めさせなきゃいけないから明かり入れて持ってきた、いない、いない、いない、そうです、デジカメ壊れたのショックだったな、今日はいないんじゃない、俺ぐらいしか、もうあんまり俺騒がされちゃうとやばいから、そっち行っちゃダメ、なんか見てる、なんで危ないからね、お寺なの、何もないね、あ、見事だ、そっち行ったら電話ボックスなんだよ、クマ出んの、電話ボックスないよ、だから行く道ないもん、え、これ人の家だからダメなんだよ、こっちは人の家だから、ついてんの電気、電話ボックスなんかないよ、さっきのとこじゃないの、でもなんか3つって書いてたから3つ目なんだな、まあ、とりあえず戻りますか、こっち側から戻ったっけ、あ、違う、人がいるよ、人がいたよ、人がいたよ、大丈夫か、スマホで持ってきた、大丈夫、自殺しない？え？
大丈夫？見回り隊です。あ、そうですか、そうですか。はい。ほら、ライトで見守りしてるから。何がしてるか。めちゃめちゃ明るいで。めちゃ明るいです。見回り隊。車のヘッドライトかと思ってた。いや、車の以上は明るい。いや、昔、ここなんかポケモンとかのアプリで入ったのあったんですよ。あ、そうなの？はい。それで来たらもう全然。久しぶりに来てみたら、昔はめっちゃ人いっぱい来てますよね。あ、さっき警察行ったよ。巡視してみてよ、気をつけて。職質されないように。そう。あらま、いいか。ね。まあ、今これあれ、あれです、YouTube でやってます。あ、YouTube 撮ってるんですか？ YouTube で生放送してます。ああ、マジか。700人の方が見てます。本当に？あ、じゃあ声も入ってます。声も入ってますよ。ね。こんな感じで。いわゆる心霊系ですね。怖い。怖だから明るいでしょ、ライト。怖めちゃめちゃ明るい。明るいでしょ。これやってたらね。言われたら、見回りたいです。なるほど。なるほど。人が、あそこに人いるよ、ほら。え？見ちゃった？見てる。あなたがもう、すぐなんか。あれ、何あれ浮いてんの？何あれ？白っぽい首ない？あれ、なんか何あれ？何？なんか上にあんない？あれ、あれ、ナマケビじゃない？帽子じゃない？あの白っぽいやつ見えない？あれ帽子でしょ。死んでんな。多分。来ました。来ていない。なんか電話ボックスがあるらしいんだけど。いやありましたよ。どこ？あっちあっち。あっちなの？あっちなの？え、福井の人ですか？違うんですよ。神奈川から来たんですよ。まあ、ここまっすぐ行けば三つぐらいなんでしょ。ああ、さっき自分あれなんかあたりが。じゃ見回りたいだよ。さっき自分行ったら二番やったかな。あ？二番って書いてあったな。二番って書いてあった。あ、じゃあ一番ってなんだよ。一番って。そうそう、一番。はい。はい。こんにちは、誰でしょうか。リアロです。あー、リアロですか、ありがとうございます。はい、こんな危ないとこに来ちゃって。じゃあステッカープレゼントします。もう上行ったのに危ないから、危ないから。はい、危ないから、どうもありがとうございます、遠くから。来てくれました。ありがとうございます。いえいえ。ね。ここ結構うるさいんですかね。うるさい。そうなんですか。わかんないけど、なんか。いっぱいいます。いる？なんか違う人。あ、違います。たまたま来たらしい。危ないよっつって。